これちょっとやっぱ黄みがかってる感じにはなってると思います。はい、うん、ワンサイズですか。ワンサイズです。こちらワンサイズのみになります。うん、裾絞れるの。そうなんです。そうそう、言うの忘れてた、ごめんなさい。これね、裾絞れます。ちょっと絞ってみましょうか。だから寒い日とかいいですよね。裾からスースーしたりするから、こんな感じでちょっと雰囲気を変えてもらっても分かるかな。よいしょ。これ両サイドに絞りがついてるので両方絞っていただけますよ。こんな感じ。ちょっと今スカートだからあれだが、パンツの時とかめっちゃいいと思います。こんな感じで絞って若干形を変えていただいてもいいと思います。このボリューム感がまた可愛いので、ちょっと後でパンツの時にもう一回履いてみますね。お洗濯できますか。こちらはね、手洗い表記ですね。手洗いになっております。あ、分厚めのニットあれば着てほしい。 OK です。分厚めのニットあったから、ちょっと後で着てみますね。少々お待ちください。あ、モカとホワイト選んでますね。これも可愛いよね。ちょっとじゃあせっかくなんでこっちのカラーも着てこようかなと思うので、じゃあ一旦着替えていきます。うん、朝の歌で綺麗めのコーデ組んでみてほしいです。了解です。はい、じゃあちょっと一旦着替えていきます。お値段はいくらですかっていただいてるんですが、お値段は税込み3690円です。はい、です。でこちらは今日じゃなくて、今日紹介にはなるんですけど、こちらは今週日曜日12月4日の10時から販売予定のアイテムとなっております。着替えますね。あ、黒も着てほしいです。了解です。ちょっと順番に着ていけますね。あ、低身長さんはスキニーと合わせたら可愛くなりそう。え、めっちゃバランスを取りやすいと思います。丈感がね、本当にロングだったら、私も着丈によっては長すぎるものもあるんですけど、これはミニ丈なのでバランスよく、スタイリングもねすごいしやすいと思います。スカートでもいいですし、もちろんパンツでもデニムでもハーフパンツでも、結構比較的どのパンツでも合わせやすいと思うんです。スカートもね、結構一着持てたら重宝するかなと思います。150cmしかないですけど、腕の長さとかどうですか、ね、長くないかな。ああ、ちょっとまた後ほどしっかりお見せするんですが、私でね、結構袖の長さは手隠れてたんじゃないかな。ちょっともしかしたら 150cm さんだったら気持ち長く感じるかもしれないですが、ちょっと後ほど着てみますね。はい、少々お待ちください。絞るの可愛いな。絞るのも可愛いですよね。あ、絞るの便利みたいで可愛い。まあその時のコーディネートによってね、変えてもらってもいいと思います。うん、雰囲気変わるし。よいしょ。じゃあまず一旦ちょっと綺麗めコーデで着てみましょう。はい、お待たせしました。ちょっとカジュアルというか、ちょっときれいめコーデを組んできました。スラックスにして、でこれにまず一旦順番に着ていこうかな。まずアイボリー。おい、あ、かわいいよ、いいよ、いいよ。え、どうです、こんな感じです。アイボリーもう、え、いいですね、かわいい。カジュアルにもいけそうですし、こんな感じです。まずアイボリー、そしてそしてモカ、あ、また雰囲気変わる。ちょっと大人っぽくなりますね。落ち着いた印象になる。モカ、こんな感じです。そう、今てかさ、ここのさ首のところもねボアなんですよ。めっちゃ気持ちいいこれ。チクチクしないからめっちゃ気持ちいいです。すごい気持ち、しかも柔らかいし、冬こうやってしたらめっちゃ気持ちいい。はい、こんな感じです。グレージュ、グレージュやったかな、色目になったかな、あ、そう、グレージュ、グレージュはこんな感じです。
あと雰囲気変わりますね。こんな感じです。はい。そしてブラックも着てみようかな、せっかくやし。ブラックを着ますと、ちなみにこのアウター中はあの裏地がついてるので、そのインナーに服地トップス自体に毛がつくとかはそこまで気にならないかなと思います。こんな感じで裏地付きなので。でブラック。おお、ブラックもいいね。あ、結構ブラックも好きかもしれない。はい、ブラックはこんな感じです。です。で、袖の長さ、さっき質問いただいた袖の長さは、私155でちょっと手の長さが私測ったことないんで分かんないんですけど、ほぼ隠れてるかな。気持ちちょっと指先で出るぐらい。なので、もしかしたら低身長さんだったら、ちょっと長いかもしれないです。でも一応袖部分はリブにはなってるので、託し上げた時とかは止まるんですけど、こんな感じです。もしかしたら気持ち、まあ、手首でもね絞ってはいるんで止まるんですけど、まあ、ボリューム感も可愛いし、はい、けど伸ばすとちょっと長いかもしれないです。はい、です。よいしょ。ああ、かわいい。ノーマークだったら欲しすぎる。ありがとうございます。ちょっと襟抜きするとどんな感じかみたいです。OK です。襟抜きすると、こんな感じ？こんな感じです。ちょっと襟抜きするとこんな感じ。襟抜きしたのかわいいですね。私結構好きだよ、襟抜きしても。こんな感じです。はい、だったー。あ、黒が着やすいして見えるから欲しいけど、ほこり絡まりそう。あ、ボアなんでね、全くいかないと。しかも黒はね、まあ、ちょっと気をつけていただいた方がいいかなと思います。はい、うん、で、襟抜きしても可愛いですね。何色がおすすめですか。迷うな。これ、色目何やったかいいよな。なんかボアイコール結構オフホワイトのイメージがあったんですけど、でも私結構着てグレージュかもしれない。うん、なんかグレージュかな。ちょっと落ち着いた印象になるし、なんかカジュアルにもきれいめにも幅広く合わせれて、ボアの質感はちゃんと分かるってなったら推しはグレージュかな。うん、です、うん、オフソホワイトとグレージュ迷いますね。うん、あとはちょっと上戻りますね。ほほほほ。あ、これから自転車乗るのめっちゃ時刻だからあったかいのと欲しすぎます。確かに。けどこれは多分中にはめっちゃ着込んでいただけると思います。はい、じゃあせっかくなんでもう一個ぐらい着替えてこようかなと思います。はい、あ、グレージュで、あ、締めたところ OK です。じゃあちょっとグレージュでコーデ組んでこようかなと思います。少々お待ちくださいませ。はい、あ、ボタン部分 OK です。じゃあちょっとグレージュ着た時にお見せしますね。何で合わせてついたの、一通りできたの。分厚めのニットか、分厚めのニットあったかな。分厚めのニットちょっとないかもしれないな。グレージュね、めっちゃおすすめ。なんか私のパーソナルカラーに合ってるのかな。めっちゃ可愛かったです。よいしょ。これに、よいしょ、これに、ちょ、よいしょ、よいしょ。はい、お待たせしました。ちょっとさっきパンツ履いてたのでスカートで
アウター着てみようと思います。はい、これにグレージュ、よいしょ、あ、かわいい。ちょっとブラウンのワントーンっぽく合わせてきたんですけど、こんな感じです。ちょっと髪くくろうか。え、グレージュおすすめですよ、マジで。なんか結構ほんと比較的なんでも合わせやすいと思います。うん、こんな感じです、グレージュで。あのボタン部分アップでもするとこのレイアウトはチャックです。チャックとあとボタン、このパチンって止めるタイプのボタンの2タイプ2段階できるようになってます。こんな感じです。はい、うん、で、かわいいね。いけそう、いけそう、かわいいグレージュも。あ、分厚めのニットはねちょっとなくて、ここサンプルのところにこれがね、まだ、まあ、分厚いっていうかちょっと袖はボリュームある方かなと思うんですけど、これでまだ全然余裕はあるので、あの結構比較的もっと分厚いニットとか結構ボリューム袖のニットでも大丈夫だと思います。結構まだまだ余裕あるので、だからいけると思います。うん、分厚めのニットは、うん、あ、風通さなさそうだから買いたいね。でも結構あったかいと思います、比較的。私もこれ中で着てるけど室内めっちゃ暑いですもん。特に暖房とかつけてないんですけど、うん、あ、上まで前閉めてみて OK です。よいしょ、はい、こんな感じ。前閉めてもかわいい、これどうでしょう。こんな感じです。前閉めるとボタンも閉めちゃいましょうか。ボタンも全部閉めるとこんな感じです。首元は超あったかい、本当に柔らかいし、うん、です。高身長さんでも着れそうですか。え、全然いけると思います。ちょっとこれあの前後差があるので、お尻はね多分比較的高身長さんでもね隠れる方かなと思うのと、155のモピでこれぐらいの丈感なので、160センチ台の方とか高身長さんでも全然これは着ていただけると思います。はい、モデルさんが160センチですね。だから商品ページに写ってるモデルさんが160センチと164センチのモデルさんが着てくれてるんですけど、多分全然長さは問題なくいけてるので、よかったらこちらも合わせて見ていただけたらと思います。はい、うん、赤ワンピにグレージャー感、え、可愛いと思います。多分ね、ちょうどいい大人っぽさが出ると思う。多分黒だったら結構きつくなるし、赤だったら、赤じゃない、このオフホワイトだったらちょっと結構ね赤のね色が際立ちすぎちゃうかなと思うので、グレージュだったら程よいあの大人っぽさ、落ち着きも加わると思うので、え、合うと思います。赤とちょっと赤のニットあるんで後で着てみようかなと思います。はい、うん、うん、あ、そのスカートの形いいですね、ありがとうございます。これはね火曜日に発売されたあのブンチャンヒンマンのナロースカートの裏起毛バージョンの方です。よかったら見てみてください。うん。で、前閉めたのも可愛いですね。おすすめでございます。うん。あ、全然全然、マキさんありがとうございます。でも本当にあったかいですよ、これ。うん。超あったかいです。うん。だからマフラー苦手な方とかはね、こうやって首元もちゃんとしっかり締まるので、いいと思う。めっちゃいいかもしれないですね。私はマフラーちょっとチクチクが苦手で、今まであんまつけてこなかったんですけど、こういうアウターだったら首元も風がねしのげるのでおすすめでございます。うん、グレージュいいですね、ありがとうございます。グレージュお値段は3690円でございます。でこちらは今週日曜日販売スタートです。はい、じゃあコメントは大丈夫そうかなと思いますので、じゃあ次のラストか、ラストのキャミワンピースのご紹介に行こうかなと思います。で、ご質問いただいているこっちの、これのスカートの品番は M3834 でございます。M3834 の選べる2サイズハイウエスト、ストレッチハイウエストナロースカートです。はい。じゃあ、大丈夫そうかなと思うので、じゃあ最後のご紹介に行こうと思います。ただ、最後のね、このキルティングのアウターが、アウターじゃない、
キルティングのキャビワンピースがまだ商品ページが上がってなくて、あのお値段とかがちょっと分かりかねるので簡単なご説明にはなるんですけど、ちょっと着回しとかお見せできたらなと思って持ってきたので、ちょっとカラーはいろいろ着ようかなと思うので、はい、ちょっとお値段はまたあのカミングスのアップ次第、はい、分かるかなと思うので、もう少々だけお待ちいただけたらと思います。はい、です。じゃあキルティング参りますので着替えて参ります。はい、お部屋ね、今みーちゃんがね、あの畳んでくれてるの。ありがとう、みーちゃん。めうるさかったな。全然全然。みーちゃんが畳んでくれてるの、私が散らかりまくってるから。よし。じゃあこれで着ようかな。少々お待ちくださいませ。はい、あ、来た、キルティングってありがとうございます。多分これは皆さん好きなキャビワンピの形かなと思うので。はい、そう、今日ね、11時から TikTok ライブがあるので、ぜひ皆さん見てください。あの、多分レタスのリンクツリーから TikTok も飛べるので、はい、ぜひよかったらそちらから見てください。お、キルティング気になってました、ありがとうございます。また商品ページはアップされるので、もろもろの詳細はそちらでご確認いただけたらと思います。あ、アーカイブに対します、ありがとうございます。ぜひアーカイブもまた IGTV 上がるので見てください、うん、あ、赤ちゃん抱っこして移動が多いのでちょうど良さそうですね。あ、確かに抱っこしてるとマフラーしにくいんですよね。あ、なるほどね、確かに。え、結構これ身幅もゆとりがある方かなと思うので、結構赤ちゃん抱っこしてても使いやすいアウターかなと思うので、よかったらね、身幅とかも詳細よかったら見てみてください。うん、よいしょ、キルティングかわいいよね。このキルティングはあはらちゃんと見た瞬間、え、かわいいって2人で思わず声が出てしまったキャビワンピース。